Fuji's Vlog number 18. やってきたのはこちら池袋防災館。さまざまな災害が疑似体験できる防災大国ならではの施設。早速入ってみましょうか。入ってみましょう、ね、皆さん入ってみましょう、はい、すいません。まずはどこ行きますか。まずはこちらですね。一見何の変哲もないこのお部屋なんです。これは一体何だと思いますか。果たしてこのお部屋の正体は。お化け屋敷。お化け屋敷じゃないですね。早速中へ入っていくメンバー。するとさあ来ましたよ。揺れてる匂い。これで震度4。皆さんどうでしたか。どうでしたか。びっくりしました。びっくりしましたか。でも今のが震度5なんですけど、はい、まあ、あの震度7まで体験できるそうなんですよ。7行っちゃいます。え、行きたいですね。行ってみましょう。行ってみましょうか。経験職務しとかへん、全然違いますからね。震度7とはほとんどの建物が崩壊し地形さえも変わってしまうほどの揺れ。え、おお、今の震度7ですか。地震やね。地震。大丈夫。震度7の揺れにテーブルで頭を強打してしまうジェジュン。やばいやばい。いや、もういいですよ。もう十分。もう十分です。これどうですか。急に皆さん、この震度7のが来たら。驚いたんですよ。怖いね。ということで地震から身を守るための対処法を学ぶことに。揺れたら頭守りますよね、うん、はい、揺れから中に入ります、はい、揺れが収まったなと思ったらじゃあ火を消してください。火災を防ぐため火を消したら次に扉を開けて逃げ道を確保します。一行も早速実践。あ、来た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 中に入って中に入って中に。よっしゃ、いいですね。終わった。いいか。オッケー。いいよ。あかんよ。うわ。うわ。きついよ。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、いいですね。オッケー、いいですね。ガス、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 ガス。見て。オッケー。逃げよう。逃げよう。無事に部屋を脱出した一行。しかし。そんなに早く出ちゃダメですよ。そんなに早く出ちゃダメ。逃げるの早すぎます。完全に終わったなと思ってからですね、逃げるのはね。揺れが収まる前に逃げてしまうと落下物や建物などの下敷きになってしまう危険性があります。地震って今まではあまり、まあ、気にしなかったんですけど、うん、すごくあの怖いって共感して。怖いですよね。でも7ぐらいは感じたことがなかったんで、うん、今日本当にびっくりしました。びっくりしましたね、はい、揺れも収まり落ち着きを取り戻したところで。というわけで勉強になりましたね。はい、はい、じゃあ次。あー、次や。みんなこうやで、こうやで、そうやで。地震の対処法を学んだ一行、次は昔から日本でも被害の多い災害、火事。今回は火事の中でも特に気をつけなければならない煙からの避難をここ煙体験室で学びます。まずどちらかの手はあなたここに当ててください。なるほど。ここで位置をしますよ、はい、息止めたら苦しいですから。分かりますよ佐藤さん、はい、息をしながら少し低い姿勢、はい、こういう感じでゆっくり歩いていってくださいね。なるほど。実はこちらのお部屋、中は迷路のようになっていて出口までトータル7個の扉をクリアしなければなりません。早速煙体験スタート。
うわ煙出てきた。みんな低く吸わないように。こっちやろ、こっち、うわこっち、こっち、うわこれ、あかへん、あかへん、あっちあっち、煙に巻かれながら必死に逃げ道を探す一行。そっち何の大量の煙に巻かれパニック状態の一行は進路を逆走。先に出口ありますから戻ってこないでください。こっち、こっち、みんなそのまま進みましょう。そっから行きましょう。そこ行こう、そこ行こう。皆さん片手は鼻と口ですよ。当ててください、鼻と口に。しっかりしてよ。手を口から離してしまうと有毒なガスを吸い込んでしまいます。見えない。なんとか煙をかき分け奥へ進むと、うわ見えへん、うわやばい、うわ大体大体またしても行き止まり。この時点ですでに5分が経過。本当の火事ならば火も回り非常に危険な状態です。そっちようやく最後の扉を通り抜けた一行。やっぱあの煙怖いね。ああ、見えない、全然見えなかったです。全然見えなかった。本当はもう一つやってもらいたいことがあったんですよ。通った後にドアを閉めていかないと、はい、煙がどんどん皆さんと一緒に行きましたので。ああ、全部開けっぱなしでしたよね。それは先に言うててください。扉を開けっぱなしにしてしまうと避難した部屋にも煙が流れ込んでしまう。 Hey everyone, so today we went to the Bosai Center, which is the disaster prevention place that Tohoshinki went to, which I didn't even find out until this morning when Kelsey sent me a message going, dude, you're going to the same place Tohoshinki went to. And then I watched the video for 30 minutes, totally didn't study and like freaked out. So in order to not make this video too long, it was really fun. I loved the earthquake simulator thing. It was awesome. The smoke thing was not that hard. Apparently, Tohoshinki just does not know how to get out of a maze that easily. Today, our kanji test went well. It was okay. And we had to do that survey thing. That sucked. It was hard. Just stopping random people in the station and being like, is it okay if I survey you? Most of them were just like, what? But luckily, I got that done with this weekend. I don't know. Hopefully, I have fun. But we will see. I'll probably just wing it and go do something fun. It was a good day, though, even though I'm really tired. And apparently, we're going to be on the news because they were, like, recording us in this center because there's been three earthquakes this week. So apparently, it's kind of like a big deal or whatever. But in order to not make this video too long, I keep talking really fast, but I might just cut it short. So see you guys later.